古着屋さんで1万円使い放題っていうことなので。黄色かわいい。こんにちは、ソーマです。爬虫類ショップで金額決めてご褒美企画があるって言ってたんで、何かなと思ったら僕が大好きな古着屋さんで1万円使い放題っていうことなので、もう最高にテンション上がっております。今回なんですけど、はい、制限時間30分で、はい、1万円古着お好きなように買っていただくっていうことで、はい、今回のコーデのテーマを発表したことです。ズバリ今回のお題は夏のスモッターデートです。下北デート、まあ、夏のデートコーデちょっとじゃあやっていきます。じゃあ早速選んでいきたいと思います。ちなみに稲葉さんは女性はどんな服着てる方が好きなんですか？で、女性も古着とか着てるのはすごい好きです。だからこういう感じで違うでしょ絶対それお、でもちょっと今日でも夏俺が意外と好きなのはこう下にジーパンでこういうシャツとかも結構可愛いと思うんですよ。これでも意外とこんぐらいの色も好きですよ。好きこんぐらいにそれこそこういうシャツめちゃめちゃ、うん、可愛いと思います。夏だしちょっと超爽やかっぽくいってみました。黄色可愛い。では行きたいあ、このハット ちっちゃいっすね。全体的にちっちゃかった。ちょっと違うチェンジ。ちっちゃかった。じゃあ帽子かけていいですか？帽子大好きなんで。とりあえず今狙ってる1個の帽子、もう白の帽子絶対なくしたり糞が落ちてきたりするんですよ。オーストラリアでこうなんか並んでたんですよ夜、ドッと落としてで周りの外国の人こんなになってて、なんだなんだなんだみたいな、見たら新品の帽子についてて即捨てました即捨てました悩みますね。でもちょっとハットも欲しいんですよ。ハットっていうかこういうのも悩んじゃうんですよね僕。結構これ結構可愛くないですか？難しいです。うわこれ超かっこいい。ちょっとこの色いいなと思ってます今。上半分いいですかね。あ、いいですね。緑似合いますね、そうさ。この色も可愛くないですか？俺結構黒好きなんですけど、意外と。これもいいけど、エメラルドの方が結構しっくりきてませんでした。うん、うわ、エメラルド。これいきますかね。とりあえず今回のテーマはこの色、この辺のエメラルドっぽい緑っぽい色をちょっと狙っていこうか。候補1で、この辺に合う感じでいきますか。トモさん、時間です。時間です。時間です。30分。目星ついてるのもありますか？はい。もう結構いい感じのファッションできちゃうんじゃないかなと。
この帽子を入れるか入れないかがちょっとやる見どころだから、それだけちょっと最後持ってってもいい。まあ、ちょっと着替えて、着替えていきますか。とりあえずもうこのシャツが一目惚れだったんですよ。でも下に何が合うのかなって探してた時に白っぽいズボンがいいのかなと思い、なんかもう即決で決めちゃいました。勘でやっぱ夏だからちょっとシャツ目の涼しい感じがいいのかなっていう。黒とか履いちゃうとちょっと暑そうに見えるから、こういうちょっと薄めの色で涼しさを求めました。はい、ということで、1万円コーデ終了しました。まあなんか今回もね1万円くれるとか言うけど、なんだかんだ自腹になんじゃないかなとか思いつつ来ましたけど、多分買ってくれると思うので良かったです。ということで、まあちょっとこんな感じのコーデなんですけど、よかったら参考にしてみてくださいと、まあもしこれは違うんじゃねと思ったら、まあコメント欄で厳しいコメントよろしくお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンとコメント、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。ということで今日も終わっていきます。ありがとうございました。